何撮ってんの？いいな。はい。本当はね、種がついて、これがさ、帰りにこれ拾っていく。持っていけばいいじゃないですか。うん、久しぶりですね。ウォーキングもね。森林浴の森だってね。うん、こっち行ってみましょう。ずいぶん枝分かれしてますね。マロニエ公園入り口だ。何ですか、マロニエって。あれ、梅もどきってこんなでかい木。いいですね、落ち葉の上。若いな。いや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 、素晴らしいね。でもそうやりたくなりますよね。これだけね、深いところでほら。うん。あ、そういう人いたんですか。綺麗でしょうね。そうですね。その頃また来てみましょうかね。なんか調べた木をあれなんですかね、印つけとくんですかね。うん、ですかね。倒れてるわけではないんだ。こっち行ってみますか。試しに道があるから。それともこっちにしますか。一回りしてからにしますかね。でもあっちゃんは普段歩いてるから全然苦にならないでしょ。全然ね。だいたい毎日 5,6 千歩歩いてるからすごいですよね、続けるっていうことがね。前から撮りますね。あ、それはまだフイリとは違いますよね。フイリとは違うよね、うん、だけどちょうどフイリみたいになってるのもあるじゃん、うんね、それもまたね、うん、絵になっていいですよね、うん、この木はほらなんかサルスベリ、あれだ、サルスベリみたいな、なんかうちの前のうちにある木みたいな感じ。でもこういう木っていろんな種類あるのね、うん、サルスベリだけじゃなくてね、うん、これは多分サルスベリではないと思う。これはね、うん、これ書いてないですね、うん、表示してあったら取れちゃったのかなあれ、うん、これいろんな道がありますね。いろんな道があるね。面白いですね、うん、ありますね、うん、助かりますよね、うん、わーすごい、こうほらここ凍ってる。あ、本当だ、うわ凍ってる。あ、すごいほらすごい、あらら、本当だ、ね、すごいね、蛇口が埋まっちゃってる。うわすごいね。あら、垂れたとこもほらすごい。うわ、これ書いてね、すごい、ほらつららになってる。ウイスキーロックで飲みますか。つららになってる。あ、こっちは出るわ。でも、うん、あ、こっちは出ますね。誰かこっちあれしたのかも。あ、砕いてくれたのかな。ね、ね、うん、
ほら、すごい。うわぁ。そういう風に座れって書いたんですか。何は書いてないよ。鎖が、あれしてある。鎖は何のための、なんで鎖やったのかしら。動かないようにかしら。あ、そうでしょ。持ってっちゃう人がいるんじゃないの。意外と、うん、ちょうどいいからなんて言って、ね、これでもあれかしら、持っていきかねないよね、ここから来てるわけじゃなくて置いたのかな。あ、置いたのかもしんないですね。こう削ってありますからね、ここが削ってあるからね。だから触って、うん、だからでしょ、きっと。そうそう、今必ずそういうの、お家のお庭に、そうそう、必ずそういう人いますからね。危なくてしょうがないですよね。ここいいとこですね。やっぱ坂いいですよ。昨日私も歩いて坂まで上がってた。坂登るってのはいいですよね。これじゃあ、そうですよね。あ、ちょっとね、土佐水木だ。いいですよね。もう木はみんな同じにしか見えないですもんね。これは何ですか、これ。これはアセビかな。アセビですよね、これね。これね。そうですよね。アセビは毒って言ってたでしょ。そうです。馬が酔うって書きますからね。枝に一回ぶら下げるんだって。サポニンが含まれてんだ。身は洗濯石鹸の代わりになるんだって。ね、ああ。石鹸の代わりになるんだ。エゴの木だ。あのエゴマってあるじゃないですか。これエゴって何なんですかね。エゴってなんだろう。何のね意味があるんですかね、うん。同じ仲間なんですかね。あ、本当だね。あら、本当だ。滝が凍ったみたいに。何とも言えないで、ほら。ほら、ゆきちゃん、ほら。ほら、持ってこい。これ、もっと綺麗だったら、あれだけど。うわぁ、すごい。あぉ。すごいね、これ。すごいね。うわぁ。でも、中に、なんか入っちゃってるかあれだけど、綺麗だったら、そのまま。あ、いて。あ、これ。雲がいますよ、雲が、これ。雲でしょ、これ。ヘバリツ。違うの？これ、そうみたい。そうでしょ、ほら、うんうん。冷たくないんだね、雲はね。冷たくない。雲は。雲はね。うん。よいしょ。お、出ましたね。はっちゃん出ましたね、歌がね。久しぶりですね。なんか植えてあるのかしら、印し、うん、そうみたいですね。ね、
なんか囲ってあるような感じになってるから、何か植えたんですよね。結構近くに見えた。海ですか、これ。これは、土地の実。あ、土地の実。土地の木のあれか、土地の実か、土地持ちなんか作る。お、鳴ってますね、鈴がね。小鳥さん鳴いてるよ。ピッピッピッって鳴いてた、今。どこ、あ、いたいたいた。あれは何？あれが鳴いてたの。いや、その割にはちっちゃい声ですよね。ね、あれだともっと大きいんじゃないですか。うん、ああいう地鳴きみたいのは野鳥か、野鳥の飼い主はよくわかるんだろうけどね。あれ、あそこね。入ってきますか。こんにちは。結構奥あるんですかね。親戚なんで。お庭に来てくれてから親戚になったの。ねえ、お庭に来てしばらくいてくれたもんね。アルニエの木ってあるんですね。ね、土地の木、土地の貴族なんだ。土地の貴族全体をマロニエって言うんだ。なんかその方が長く歩けそうですね。あそこにあれ古墳みたいなのありますね。ね、じゃあぐるっと回っていきます。うん。この木肌も変わってる、つるんとしてるようなね。坂の部分はいいことです。はい。ちゃんとここにも具体的になって。パってこうなったっていう感じじゃなくてさ、うん、ちゃんと熊笹のね、熊笹のね、熊笹の熊ってさ、うん、動物の熊笹って書くじゃないですか、うん、そうですね。本当はあの歌舞伎の熊取りの熊が正解らしいですよ、うん、本当に、うん、歌舞伎の熊に書くかな、ええ、
またちょっと形があれかもしれないけどね。あ、結構高いですね。じゃあ左に行って戻りますか。こっちから、こっちから。うん。道はないのか？はい、出てきましたね。道に出てきましたね。ちょうどにこんにゃくがなんか色がしっかりと味がたまたまね、うん、時計もちょうど、うん、あ、うん、うん、ほらさっと1分ぐらい、うん、1分もあれしないんだけどね、冬の中にさっそういうのがどうも味がしみてない感じだから、うん、必ず醤油パッと入れるんです、うん、私はね、うんうんはい、でもなんか少しほら、まあ、ちょうどいいんじゃないですか、うん、でももうちょっと半熟にしたかったの、なんかなってますほら、うん、でもよかった、さっきほんと椿のあれ